今回も海外の反応シリーズでございます。それでは楽しく見てください。満州はチナの一部である。1912年の共和制樹立に至るまで250年もの間チナに君臨してきたのが満州人であった事実に照らしても、満州がチナの領土であることには疑いがないと、これが今日満州を論じる者のほとんど通論となっており、誰一人異論を差し挟む者がないように見える。しかしながら事実これほど間違った議論はない。満州はもともとチナの一部ではなくて、満州がチナを征服し、チナに満州の王朝が樹立されたのであって、現満州国皇帝は廃位するまでチナの正当な皇帝であった。満州が歴史的にチナの一部ではないこと、チナが満州を領有したのはわずか60年に過ぎないこと、そして1912年の戦闘艇の退位が条件付きであったことを忘れてはならない。満州は万里の長城の外側に位置する満州王朝発祥の地で、チナ帝国の一部となっていても、おのずから別個の存在であった。したがって同地方が独立して戦闘艇をいただいても、何もおかしいことはなく、チナ共和国政府がかれこれ言うべき筋合いのものではない。満州人がもし戦闘艇を満州に迎えたなら、それは満州の歴史的背景に鑑みて真に正当な民族自決の形式である。チナとしてはこれに反対する理由はなかろう。満州はもともと清朝の所領であって、戦闘艇はそれが自己に帰属することの正当性を主張して当然である。チナ全土に対する主権を主張するチナ共和国なるものは一種の犠牲に過ぎない。チナの主権に合致する政府を満州に樹立せよという国際連盟の勧告は方向を誤っている。そのような主権はそもそも存在していない。満州対チナ本部の関係は極めて曖昧であって、チナの一部とはいえ事実上法典は南京からほとんど独立したような形をとってきた。したがって満州に対するチナの主権なるものは影のようなものであるが、一方ではチナ人が続々満州に入り込んで満州がチナ人の天地と化していく事実がある。チナ顧問エスカラ氏も両者の関係は同一君主のもとに連合する君王関係であるとして、清朝が倒れた後両者の欠乏関係を説明するフォーミュラが必要となったが、ついにそのフォーミュラを求めることはなかったと述べている。チナ中央政府は1922年5月に転覆し、代わって北京に樹立された政府に対する満州の独立は同年7月張作霖元帥によって宣言された。このように独立を主張する政府は少なくとも3つあった。満州とチナとの関係は決して固いものではなく、張学良が独立させれば別に触るものもないだろう。清朝の正当な後継者である溥儀のもとに独立政府ができたとしても反対すべき理由はない。張作霖の時代でも満州は事実上独立状態を呈し、未だかつてチナの主権が行われた試しはなかった。事実上満州はすでに15年以上前から完全に独立しているのであって、これまでに少なくとも5、6回はチナの中央政府と戦争をしている。チナはこの事実を無視し、日本が満州に独立をそそのかしているように吹聴して、あくまでこれを阻止しようとしている。チナはもっぱら日本の行為を非難しているが、ロシアがチナ帝国の一部であるモンゴルに侵入したことに対しては黙って許しているではないか。チナの領土の一部分裂を促成させたということが不当であるというものに対しては、満州が果たしてチナ領土の一部であるか否かを吟味する必要がある。チナは頑強に自説を主張しているが、ロシアのモンゴル侵入に対して取り立てて抵抗しなかったことは奇妙である。ロシアの侵略に対して満州を救ったのが日本であったことは第一に記憶する必要がある。日本はかつて満州をロシアの毒牙から救い、その後同地方を混乱及び無政府状態から保護してきた。
日本は合法的に経済的権益を得たにもかかわらず、チナはこれを不法に侵害した。日本は、かの公領として人家も稀な満州を、莫大な富と地頭を犠牲に、ようやくロシアの支配から救い出した。その際チナは、何もせず、ただ傍観していただけだった。先にロシアが満州モンゴルを奪取したことに対して、国際連盟及びチナが極力無関心を装ってきたことは不可解である。日露戦争がなければ、満州もロシアに併存されていたであろう。米国は従来、満州における日本の勢力の確立に反対し、世界世論の指導に努力を重ねてきながら、ロシアのモンゴル及び北部満州への進出に関しては、全然無関心であった。優柔不断なリットン調査団は、満州は明らかにチナである、と断言しているが、両者の関係は、満州の王朝がチナを支配したという一点にかかっているだけで、張学良の駅氏が両者を結びつけたとは認めることができない。リットン報告中、満州に対するチナの主権承認論は不必要かつ不賢明であって、平和よりもむしろ戦争を招く案である。リットン報告書にいるチナは、基本的には南京政府のことを指しているのであろうが、チナの本部においてすら主権を維持する能力がないことを暴露した南京政府に、さらに満州の主権まで維持させようとするとは、誠に奇怪なことと言わねばならぬ。満州問題のようなものは、外部から干渉せず、自然のままに放置すれば、満州及び熱化に対して、当然の統治権を有する戦闘艇のもとに、幸福に解決されることであろう。満州対チナの歴史関係について言えば、現在チナが満州に対して発しているものと同様の主張をする権利が、満州の側にもあることは特筆に値する。愛新覚羅氏の攻防を顧みれば、チナは戦闘艇の退位を要求する権利はあっても、満州がチナの領土の一部であると主張する権利はない。満州は、地理上歴史上チナではなく、ロシアでもない特殊地域を形成し、その独立は正当であって、欧米にも類似の先例がある。日本は今回、英国がインドで、フランスがインドシナでやったことを、満州でやったという理由で非難されている。極東問題討議のため、ポーツマス、セントピーターズバーグ、またはワシントンに参集したあらゆる政治家に、私はうってつけに尋ねてみた。果たしてあなたは、チナを主権国と認めるか、満州をチナの不可分の一部と認めるかと。ところが、要望こそ異なってはいたものの、その返答は皆、ノーであった。今回の動画はここまででございます。ご視聴いただき、ありがとうございました。